ようございます。今から足トレ行ってちょっと動物園行きたいなと思います。いや、 やっぱここのジムはやっぱり素晴らしいですね。終了。ああ、結構腹ペコちゃんなんで、ちょっとプロテイン飲んでご飯食べに行きます。豆乳みたいですね。中学生時代に田舎道にあったコンドームの自販機見てキャッキャしてたのがちょっと懐かしいですね。多分本当観光客来ないと思うんで、多分英語表記すらなかったですね。デパ地下ルーロン飯的なやつ。確かに台湾のルーロン飯に近いですね。味は美味しいし。量が圧倒的に少ないですね。お子様用ぐらい。卵茶碗蒸し的なやつ。風味はコンソメっぽくて、まあ見当たらしさは何もないです。タクシーで今から何だろう、理学博物館みたいなの行こうと思ってるんですけど、何だろう、だいたい5台ぐらい乗車拒否されますね。6分ぐらいの場所なんですけど、ナビとか見せて、こっち行ってくれってやるんですけど、なんか行けないみたいな感じですね。なんでネットリテラシーというか、ネットをあんま使わない人たちなのかなっていうふうなのは感じます。から入ります。いや、非常にグロテスク。ちょっとグロいの体勢はある方なんですけど、ちょっとまあ本当ね、規制、ネット規制とかいろいろされている影響で、本当にもう見慣れないものばっかりでしたね。胃もたれしてます。別館があるみたいなので、もう一個行ってみます。いや、気持ち悪かったですね。ちょっと一旦帰ります。はい、近くまで来ました。ちょっとなんか食べます。タクシーでボロッとしてくるやつもいるんですけど、ちょっと大体ちょっと相場してるんで、まあ、ふざけんじゃねえボケって言って、ちょっと次行けみたいな感じで行ったりします。どうす、昨日まであのバルコニーで蚊に刺されてなかったんで、
蚊がいない国なんだなと思ったんですけど、今日めっちゃ刺されました。もう刺されまくってます。タクシー乗ってるんですけど、やっぱボラれない方法としてはやっぱりちょっと急がせかされても絶対に値段交渉する前に乗らないこと、あと、毎回電卓で一応確認しておくこと、一応ボラれないためのなんだろう、マストな方法かなと思います。なんで焦らないこと、まあ事務スタッフの人も言ってたんですけど、焦るなって感じですね。カオマンガイ、まあ、皮取り除けば原料食ですね。やっぱ思うのが量が少ないですよね、本当に。女の子用ですね。うまい。まあ、減量中これ食えたら、まあ、十分ですよね。かなりうまい。あとキュウリあんまり好きじゃないんですけど、このチャーハンとかカオマンガイに乗ってるキュウリはなんか美味しく感じますね。口直しとしてなんかいい感じです。なんかタイは、タイのコインは、タイのコインは数字が書かれてないんで、もういくらか分かんないんで、とりあえずなんか、大きいタイのお札を渡して、あとはちょっとこの、じゃりっとこのポケットに入れた小銭から、もうちょっと、それだけのお金取れっていうような感じでちょっと取らせてます。合ってるのかどうか正しいかどうか分かんないんですけど、まあ、そんな感じでちょっと適当にやってます。はい、というわけで、タイ3日目はこんな感じでした。もしなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、あとインスタで最新の情報、もうタイの情報とかいろいろ載ってるんですけど、インスタのフォローの方もよろしくお願いいたします。あと、マイプロテインでパクチーコードを使ってくれる方は、概要欄のリンクからさらに使ってくれると、さらに嬉しいです。じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。ロス。